はい、それではですね、今回は、バイオハザード HD ディマスターやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。ロード。前回からですね、クリス編に入っております。ジル編終了してクリス編でございます。第2回目ですね、行きましょう。まずは、館の鍵をですね、一つ入手しまして、そこをまあ開けながら進んでいるという感じでございます。で、犬笛をゲットしたので、まあ、そろそろ犬笛ね、吹きに行こうかなっていうような、感じでございます。剣の鍵を持ってて犬笛がありますよって感じですね。もうキュスプレー、さまやまな、古びた鍵。古びた鍵がね、多分、こう、ジルのところで、いろいろとこう、ね、ジルは、あれを持ってたんですよ。ピッキングツールを。でも、クリスはね、持っていないので、さっきの鍵で開けるという感じになるわけですね。じゃあ、とりあえず2階ですね。はい。洋館2階の西側から、行きたいと思います。とりあえず1階から行って、ここからね、行けば大丈夫でしょう。結構敵はね、もうね、倒しているんで、一応一通りね、この前回ガトッチョーチョ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 くるんかい、来ないんかい、くるんかい。そうだね、前回、そっか、ここでね、なんかこうね、線抜いて出てきたけど、アイテムだけ取って逃げたんだっけね、お手入れね、おトイレだけにね、お手入れされてないっていう感じですけども、では進んでいきましょう。で、ここの外に行くと、薬剤ですね、除草剤が手に入るところですね。そこはまだまだ先でいいので行きません。まだね、開かないですよね、反対側からなので、ね、で、向こうから回らないといけないという感じでございます。これどっちにいいんだっけ、こっちはいないのか、反対側にいいのか、やつはね。で、剣の鍵使って、ここを開けて先へ進みます。外に行くのか。あ、で、この下があれね、アイテムボックスのとこね。元気の脳。あ、いや、それ今回はこっちがメインなんで。あ、書きかかってんだ。
ああ、ここであれを使うのね。なるほどね。ちょ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 、ナイフ。行った感じ？行ったっぽいな。大きいどんかい。大きな何かい。下にいるのか。お前か。とか、お前か、お前か。セーバーしなくていいと思うな。で、薬品で結成ね。で、これですね。じゃあ開けに行きますか。これなんかレポートがあったよね、そういえばね。いいのかな。いいのか、緑になってるか。行きますか、じゃあ外。結構な2、3体ぐらいね、確か犬が出てくるんだったよね。数制限のハーブね、一回使っとこう。これで体力マックスにしておいて、でこのテラスね。では犬笛使います。これどうすんの、これ死ぬぞ俺多分。まだ大丈夫。当たんないんだよな犬本当に。してこようか。ほんともうしんどいしんどい、ここはしんどい。よし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 、ああ帰ろう帰ろう。捨てる。
して、この鍵のイミテーションでどこで使うんだっけ？あ、そうだ、あれだ、上だ、上、上、上。上だよ、上。1階から行くやつか。あそこの像が動くところだよね、確かね。じゃあ1回セーブしてから行きましょう。いいっすね、今日なんか順調に進んでるような気がしますね。一回セーブします。よし、レッツゴー。で、ハーブが置いてあるね。まっすぐ行きます。で、ここか。ここですね、ここ。ここの鍵を取ると。奪うと館の鍵を通る、沈む、閉じられる、で動き始める、イミテーション使う、戻る、はい、オーケー。これが鎧の鍵ね。まあ順調に鍵を開けていく今回で、ここは兜なんだね、確かね鎧ではない。オーケー、順調にこれ鍵を開けていくことができますね、今回。入ってすぐのとこかな、まずは。いる、はい、いる。ここ向こうからかかってるんかい、鍵。あー、やめてください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 、死んでしまいます、やめてください。めっちゃストーカーが、ストーカーしてるから。おーれ、よいしょ。ここは正面はまだ開かない。ここな、ほんとここ嫌いだわ、一番嫌い、バイオのここよ。ほんとここ嫌いだわ。ここの通路だけほんと嫌い。開けてきた、なんか開けてきた。まず一回休憩しよう、休憩というか回復。もう使っちゃうか、救急薬ね。ちょっとハーブを取ってきてないからな、弾がね。そして
う3発しかないわ。挟まれとるやないかい、挟まれとるやないかい。ちょい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 。カブト鍵開く。あ、ここあ、そこじゃないって。道間違えてるって絶対。絶対道間違えてるからね。ここ。ここに、ここに繋がったわけですね。もう、あれ、応急薬とか関係なかったのね。ラーブ使いましょう。2つ卵 ないしな。グリーンハーブだけじゃちょっと厳しいか。全然回復しなかったな。 NEXT。 とりあえずここを一回戻りますか。わかんないね。はい。そっか、あそこにもいたんか。弾が欲しいですね、弾ね。じゃあどうするか。次はとりあえず1階の魔法ホールだな。でも一応ね、鎧の鍵も手に入れてるので、行けるとこっていうのはかなり多分増えてると思うんだよね。あれ違う、あれ鎧の鍵ってもしかしてさ、あれかね、なんかあれな気がしてきたよ。あの最初のね、蛇のボスそんな気がしてきたけど違ったかな。タイプボックス、タイプライターのあそこのところが赤に変わってるってことは、多分何かアイテムが置かれてますね。あれかな、あのバディが弾を置いていってくれたっていうやつかな。それならばかなり返すよ。あ、ね、ハンドガンの弾が手に入るのならばね。何？ちょ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 い。ここってのは確か2階からしか行けないのかミスってんな。スペンサー、ここスペンサーだもんな。あ、夜の鍵開いた。ここね、黄色のステンドグラス押さない。黄色のステンドグラス、赤のステンド、
これなんだよね。この絵がヒントなんだよ。頭が緑、首が紫、腕輪が赤ですね。腕輪はこの上か。じゃあ首飾りだから紫ですね。はい、頭飾りは緑です。はい、頭飾りは緑です。首輪は紫ですね。腕輪は黄色でいいんじゃない。じゃあこれで、じゃあこれ正解でしょう。います。頭緑、首が紫、腕が黄色。イエー。あー、ダメなんかい。外れとるんかい。何が違うのこれ。黄色でしょ、首でしょ。じゃあ首はいいよね、紫だね、首はね。痛い、やめてください。死んでしまいます。玉数え緑の使ってる。玉飾り、頭飾り黄色になってたか。ちょい、あったんじゃないの。だってで首が緑でしょ、腕が黄色じゃん。真実の光なのね、あったよね。ちょい、死んだわ。合ってないの今ので。ですよね。はい。あ、違う。鍵のイミテーションを取ってるのか。ということは、じゃあ、鎧の鍵を取りに行くところからってことですね。
で、鍵取ります。鍵取りました。仕掛けが作動します。後ろから来ます。鍵刺します。これで戻ります。で、鎧の限り OK。 でもね、無駄なことをせずに進んでいきましょう。これで2階からね、あそこへ行きます。タイプライターとボックスのところへ。さっきの部屋はまだ、行きません。2階はここは空いてるのか。こっちが行くとなんかスターズのメンバーがいたよね。で、なんかをゲットできたはず。なんだっけ、こう弾とかあったっけ。それでいいんだけどな。ブラボーチームのフォレスト。ひどいな。でも、でまあね、奥行くとこいつが動き出すんだよね。でも完全にそういうね、もうフラグですけどね。ああ。行くか。3発しかないんですいません。フォレストさん、じゃあね、また会いましょう。ハーブがあるだけなのか。それだったらまた後でいいや。3発普通に使っちゃったな。また弾無駄に使っちゃって、もうここ開くんだ、鎧で。ちゃんね、あ、ちょ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 ち
大丈夫、まだポイズンにはなっていません。どうやったらここも開くんだっけ。開くのか、開くだけ開くのか。ここはあれだもんね、だってね、この奥がそう結成が必要だっていうんで取り入ったりとかしなきゃいけないやつで、その後ヘビのねボスが出てくるので、まだ何もしないでおきましょう。でここよ、ここまずは弾の補充から。わ、いっぱいやんな、さすがバリじゃん。ショットガンの弾出ますまずショットガンの弾なのか全然鍵は開け終えてないからな。で、こう一番欲しかったマガジンね、ハンドガンのね。で、この救急スプレー。スプレーはしまっておきましょう。で、マガジンはリロードしましょう。じゃあまだセーブいっか。とりあえず特に何もしてないからね、ここに来ただけだからね。そうするとショットガンが欲しいってくらいの感じだね。ウェスカーなんだ、置いたの。バリじゃないんだ。クリス編だと違うんだね、置いた人で。夜の中で開く、はい。あ、これレッドハートか。左は開かずに右が開くって感じですね。あー、ここはね、古びた鍵で開くのか。ここなんだったっけ、ここ8だっけ。そうそう、これ8の部屋とかだね、確かね。あー、救急インクリボン、インクリボンアダス。で、救急箱、ファーストエイドキット、救急用スプレー、はい、ありがとうございます。いるんだよ確か。あー、不感度か。とりあえずあれだな、開けてから、開けてハーブ取って、あー、超あー、救急スプレーを先に置いてくか救急スプレー置いて、鍵を、古びた鍵使って、グリーンハーブ取って、レッドハーブ取って、調合 OK、 完璧、ペキペキのペキですよ。あ、救急スプレー3つ目。
古びた鍵、個数制限あるんだろうけどな。まあ確かこのね、古びた鍵がね、なかったらね、こう、ロックピックでガンガン開けてね、進んでいってたわけですからね。前回のジル編ね。クリーナーボトル、はい。OK。で、情報をする。して、この部屋に入る。あ、ここがね、こっちがルアーだったか。でもルアーねえんだよ、まだ。いいじゃね、はい。僕愛しいアルマ、この手紙を届いたということは僕にとって喜ばしいことであり、そして悲しむべきことでもある。あのサングラス野郎のせいで君と電話で話すことすらできなかったんだ。アルマ、どうか落ち着いてこの手紙を読んでほしい。僕がある製薬会社の研究所にスカウトされ、そこに移ったことは前に話したと思う。実は先月その研究所で事故が起こって、研究中のウイルスが漏れ出してしまったんだ。ウイルスに感染した僕の同僚はみんな死んでしまった。いや、正確には死んでいないかもしれない。なぜなら彼らは今も歩き回ることができるし、現に何人かが今僕の部屋のドアを叩いている。でも彼らの瞳にもはや知性の光はない。あの呪われたウイルスは人間の脳から人間らしさのすべて、愛も喜びも恐れもジョークも永久に消し去ってしまうんだ。そしてアルマ、君と過ごした日々さえ。そうなんだ、僕は感染している。あらゆる手を尽くしてみたが、症状の進行を数日遅らせるのがやっとだった。君が僕の中で日に日に失われていくのが僕には何より耐えられない。だから僕はこのまま生ける屍になるよりも安らかな死を選んだ。1時間後には僕は二度と目覚めることのない眠りについていることだろう。君がこの僕の決断を分かってくれることを切に願う。さよなら、永遠、君を永遠に愛する、マーチン・クラックホーン。以上です。釣り針ね。蜂の標本。取っちゃったな、蜂の標本な。一応一回、まあね、まだ戻しておきましょう。ここで何が手に入ったのかっていうのは覚えてはいない。では出ます。で、この奥はね、確かね、兜だったと思うんだよね。ということは一度出まして、っていう感じが、一度出て2階のあそこの鎧のところをいじくるかな、次はね。あそこでも、そっか、メダルだった気がするんだよな。どうする、ルアー先やる、まあ、どっちやっても多分一緒、まあ、どっちやっても変わらないと思うんだけどな。順番はね、おそらくあんまり関係はないんで、
うわ、うわ、近いからルアーからやってきますか。そしたら、これをまず、まあ、これまずいらない、セーブだけはしたいんで、セーブだけ1回します。このイングリボンもね、手に入ったことなんでね、はい、セーブします。で、インクリボンも閉まっちゃいます。閉まっちゃって鍵だけ持っていくというような感じにします。よし、ではでは行きましょう。まずは蜂の標本を取る。でルアー釣り針を取る。組み合わせられない。こっちか、じゃあ本物の、あ、これはルアーね。でルアー置き場に置きます。でここに標本を置きます。スイッチガール押します。動きます。でこの蜂の標本が生き返る。全て掴んだぞこいつ。クリス、インドのクレストか。ウィンドのクレスト、いや全然覚えていないんだがウィンドのクレスト、あー、これだ、中庭だろ確か。これ中庭じゃなかったっけ、クレスト。これ違ったっけ。中庭だった気がするな。ここは兜なんだよね。中庭か。あ、まだ閉まっとくよな。古びた鍵は持っとくか、一個。OK、レッツゴー。じゃあ、そしたら、絵のところかな。黄色じゃなくて、白にするってこと？じゃあ、絵いきますか。ドアノブがこうやって通行できる。あ、通れなく、ついに通れなかった。ここ。
あはー、あはー、あはー。ついに通れなくなりました。じゃあまあドアノブはちょっとまた後でね、弾が集まってからにしましょう。あそこちょっと人多かったんで。じゃあ鎧だな。じゃあここやろここ。よし、とりあえずこいつらを。適当にやってはね、なんとかなるんだよ。これで行くんじゃない？もう。ねえ。これで行ったでしょ。ポチッとな。開きました。出た。箱を取ります。スイッチが押します。太陽が輝くとき、我は目覚めんとプレートに書いてある。失敗したようだ。とりあえずここから押すのかな。で、次これ。こっち失敗したからこっち正月。ああ、仮面か。出た。デスマスクか。デスマスクか。そっか。デスマスクか。マスクはやってんな。それ一回はめてくるデスマスク。はめに行く？はめちゃうか。とりあえず一回。ショットガンの弾があるんだよね。ショットガンの弾か。ショットガンは使えないからな。目と鼻と口だっけ。目、鼻、口が不二家ってやつだから。これじゃね。オッケー。ああ、1個目。はい、1個目、やっとデスマスク1個目だわ。かわしていく。これも取れんちゃうか？取れないか？さすがに取れないか？一回どかしておいて、もう取っちゃうショットガンだな。はい。弾取って帰る。
で、どこに行くか。で、次どこに行くかだよな。空いてないところか。2階をまあ攻めるしかないよな。気もするんだよな。あのタイプライター部屋の奥だよね、行くとしたら。あの辺がね、まだまだなんで。さすがにハンドガン15発あればいけるだろう。2階から行かなきゃいけないパターンだよね。はい、開きましたがとりあえずここ入ります。まず1回回復だよね。さあこれがきっと出るか京都出るか、何も考えずに開けてしまった。先行手榴弾、ああこれか。でショットガンの模型が来るか。あインクリボン、ああ神ってんな。で灯油ね、ショットガンの模型、ちょっと灯油だな。灯油を使いましょう。階段でなんか済まないね。こっちだから起こしちゃダメなやつな気がするんだよな。
そしたら最後ショッツガンを取りに行っちゃいますか。開けて正解だったね、これね。ショットガン取れますからね。ショットガン取ったらでかいね、このゲーム。本当にショットガンありがたいっす。灯油をゲットする。あそこの入り口のやつはな、ちょっとなんか倒すのは怖いんで、上のやつですね。こいつ多分ね、生き返らない気がするんだよな。こいつだよ、こいつ。お前も食らうんかい。お前も食らうんかい。お前も食らうんだ。お前も食らうんだ、ちゃんと。偉いな、あそこは。多分と、で、これは、鍵だけ開けとこう。通れるようになったってだけね。お初か。ここは鍵なのかな。いいね、まあ下りたいんだけど、ちょっとまあ弾もないんで下らずに、そのままこっちから戻ってショットガンを取って、終わりにしましょうかね。それでまあちょっと時間ね、まあまあっていう感じと、まあギリギリですよね、今もね。おパソコンを売るんかい。もう出たらすぐ隣に。1階か。うわうわ、超ダリーとこじゃん。さっき言った超だるいとこだな、これな。超だるいとこで一方通行で入って、あそこでセーブですね。はい、決まりました。ルートは決まった。あとはそこにたどり着くだけ。リボンがある。で取れない。え、まさかの取れない。ああどうしよっか。
やつを燃やしてくればよかったか、一体。いやー、一体燃やしてくればよかったかな。ちょい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 、さあ、めっちゃいるやんけー。先行。先行グレネード、いつ爆発すんの。どうした。危ない。お前もそこを抜くんかーい。ていうのほら。逃げるよ。逃げるよ。ダメだったなぁ。はい。じゃあ今日ここまでです。まさかの荷物いっぱいで、負けでした。まさかの荷物いっぱいで、負けということで、どっからだ？あそこか。ルアーとか取って、その後からですね、多分ね。ではじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらまた、見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。